スポーツ界では二刀流アスリートの活躍が注目されていますが、今私たちの働き方にも二刀流の波が押し寄せています。この動画では副業・兼業の促進に関するガイドラインをテーマに井上先生に解説していただきます。昔は副業なんてとんでもないと許可しない会社がほとんどだったのに、その様子もここ数年で随分変わってきました。統計局の調べでは2022年の副業人口は305万人、10年前と比べて4割の伸びです。国が政策として推進しているのに加え、大手企業がこぞって副業兼業制度を取り入れていることもたびたびニュースになっていますよね。そうした流れには一体どのような背景があるんでしょうか。人生100年時代を迎えた今、一つの会社のみで職業人生を全うすることは難しくなり、働く人が自らのキャリアを計画的に設計する必要性が高まってきたことが背景にあると思います。また副業兼業のメリットとしては、スキルや経験を得ることで労働者が主体的にキャリアを形成することができるといった点のほか、自分がやりたいことに挑戦でき自己実現を追求することができるといった点などが考えられます。まさにキャリア二刀流の時代ですね。人生の充実という意味でも、本業以外のことに挑戦できるのはとても刺激的でワクワクする気がします。政府も人生100年時代においてはキャリアを自ら切り開くキャリアオーナーシップというマインドが必要だと認識しており、スキルの再構築や学び直し、知識のアップデートを支援するさまざまな政策を打ち出しています。労働者にはメリットがありそうですが、使用者にとってはどうなんでしょうか。使用者にもメリットはいっぱいです。それについてはセミナーで詳しくお話ししたいと思います。よろしくお願いします。みんなで学ぼう、働き方の正しいルール、労働契約と解説セミナー、副業・兼業の促進に関するガイドライン編のスタートです。それでは副業兼業の促進に関するガイドラインについてのセミナーを始めます。このセミナーではですね、副業兼業の現状、メリットと留意点、認められる範囲、それからこの副業兼業制度の導入前の準備、それから導入後の対応で、この5番のですね、導入後の対応のところで労働時間をどういうふうに把握するのかというような話が出てきますので、それの簡易版というのを6番でお伝えすると、そして最後7番として副業兼業に関わるその他の制度についてさらっとお伝えするという内容になっております。それではまず1番として副業兼業の現状についてお話ししていきたいと思います。副業兼業を希望する労働者の方の数というのは年々増加傾向にあります。これ出典総務省のものですけれども、ピンク色の折れ線のところですね、これが雇用者全体に占める副業兼業を希望する人の割合ということで右肩上がりに増えています。それからオレンジ色の棒グラフのところが兼業副業を希望する人の数ということで、これも右肩上がりに増えているということで、希望する人は増えているというのが最近の傾向と言えます。その背景としてはですね、ここのスライドのようなことが言えます。まず一つは人生100年時代と言われておりまして、長いわけですね、人生がね。そうすると、一つのところでの仕事だけというだけじゃなくて、副業兼業を含めていろんな働き方、多様な働き方をしたいぞという人が増えているというところがございます。それから下の段ですけれども、副業兼業はですね、いろんな分野の業務をするということになるので、新たな技術の開発、いわゆるオープンイノベーション、あるいは起業の手段になるということで、第2第3の人生の準備としても有効だということですね。こういう背景があるので、兼業副業したい人の数というのが増えているという状況にあります。一方で社会的にも、あるいは会社から見てもですね、兼業副業は認める方向にあると言えます。まず法律上の整理をしますと、労働時間外の副業兼業というものは自由にできるというのが原則となっております。裁判例ではですね、原則自由なんだよということを大前提としながら、とはいえこの1から4のような場合には兼業副業が禁止されたり制限されることもあるよねという整理をしております。1番ですけども、労務提供上の支障がある場合と、兼業副業をするとですね、今働いているところの労働の提供がですね、おろそかになっちゃうと、これ以上できませんと、そういう場合には兼業副業ができないということはあり得ると。それから2番目ですね、秘密が漏洩する場合、3番目は
副業兼業がですね協業に当たるとライバルに当たるということになると、まあ、それは困るよというパターン、それから4番はですね信頼関係を破壊するような行為になっちゃう場合と、まあ、こういう1から4のような場合はダメなんだけれども、それ以外の場合は兼業副業が自由だというのが原則となっております。法律上はですね、厚労省が出しております、モデル就業規則というのでも副業兼業は原則 OK という整理になっています。これはあくまでもモデル就業規則、まあ、すなわちひな型でして、すべての会社がこれの通りにしなきゃいけないということではもちろんないんですけれども、まあ、一つのひな型とは言いながら、まあ、厚労省のモデル就業規則も、まあ、原則副業兼業 OK になっているということですね。70条の1項でですね兼業副業ができますよというふうに書いていて、2項で先ほどの4項目ね同じの上がってますけれども、こういう場合にはその兼業副業をですね禁止制限することができますけどもというような修正が2項でかかっているということになっております。このようにですね、全体的には副業兼業を認めるという傾向にあるわけですけれども、まあ、具体的に、会社ある会社がですね兼業副業を認めているのか否か、どういう場合に認めているのかということについては労働契約とか就業規則などを確認する必要がありますので、まずはそこを確認するようにしましょう。